はい、おはようございます。桂木市大間町でございます。ここから見ますとね、古墳の残り残骸が残ってるんですけどね、こうね、みんな畑や田んぼになってます。今残ってるのはね、大きいので前方後円墳で、これがね小湯港5号墳でございます。これちょっと行ってみましょうかね。ちゃんと見れるかね。何年か前一回来てるんやけどね、夏やったんで中に入ったかな、ちょっとはっきり覚えてたんやけど、この古墳はね、前方後円墳やと言われて行ったんやけどね、どうもそんな感じしなかったんだけど、ここから見るとそんな感じするんだけどね。反対からも引いて見てるからな。二条山の麓でございます。あ、石垣市やんな。ずーっとこれやっぱりね、いや、二条山の麓でこれ古墳がいっぱいあったんでしょうね、お墓が。ポツポツ残ったんだけどね、確認だけるだけで1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所ぐらいあるかな、これ。7箇所ぐらいあるか。7箇所ぐらいあるな。左行ってみましょうか。これは以前来た時とちょっと変わってるかな、形。どこもこういうになってるみたいな感じやな。これ5号墳やが1号墳からずっとあるんだけどね、もう破壊されて全部確認ができないんですよね。これ塚が2つあるけど、どういうことだろうな、これ。あれ入られへんのかね、これ。こうとね、ずっと向こうとあるというね。おお、こういうことか。時期は残存で、時期これじゃ分かりませんね、これね。この横なんか看板が立ってますけどね、これでね、壊されたんです。農村基盤総合整備事業かな、これで全部この辺はね壊されましたね。おそらく昭和の時代の初めは残ったんだろうけどね。これで一つ使うかね、これ。だからね、これじゃ前方こういう風や、ホタテがいや言うてるけど形がつかめないね、これ。ちょっと分からへんな、ちょっと分かるね。お、こっちに本番がある。古墳群になってるか。これホタテガイ前方後円墳一基、これ前方後円墳のはずやるけどね、形がわからんな、これじゃ。これ以前来た時ここ上上がってないね、なんでだろう、上がれんかったかね。こう見てどうだ、こう見て角やな。で、こっち角、やっぱりね、破壊されてるかわからんね、これじゃ。これでわからん、さっぱりわからんね、これ形がね。これでは全然形が違うね、これ。どう考えたらいいんだろう、これ。どういう考えたら分かるかね。こっちが豊富やったってこと、うん、ちょっとこれで分からんな、これ。これとこれは別かもしれんな、こっちとこれな。
これ行きが、前方後円墳で、ホタテ型で、こう見てみようか。やっぱりわからん。まあまあな、削られてるからね。こう、わからん。これね、木が、あ、やっぱり木があったよな、前な。切ってんねんね、これ。はい、わかりませんでした。二条田がすぐ、ね、横に見えんだけどね。以前はこの辺石がゴロゴロしてたんだけど、石どこ持ってきちゃったんやろね。石が見渡らんだけど。あ、やっぱり昭和やね。昭和51年なんて。この辺もね、墓があったんやろけどね。破壊されてね。ずっとあの辺までね。破壊されまして残ってないんですわ。もうこんだけね、農地にされたらわからんわな。もうこれも以前来てるね、これ今思い出したね。これこの辺以前歩いてんな。誰かね、この辺の古墳見て、撮影してみて依頼があったんで私来たんじゃないでしょうかな。こんな小さい古墳は認めてなかったんでね、以前は。そこ小学校があるんだけど、そこにね、この木が切られて、あら、何の看板もない。ね、看板もなかったよね。この塚の跡がね、もう残ってませんわ、何にもね。だから昔はあの辺がずっと湖やったから、でもね、どこ石行ったんだろうね。あ、じゃあ、ここのが石碑は何の石碑ですか。なんともわからんね、これ。もう残ってないね、本当に。何古墳だったんだろう、あれ。ここ木があったんや、これ切られたんかね、これ。こっちの方でかね。英霊碑がありました。英霊碑がありました。これ古墳と思ってやってきましたけど。違いましたね。あ、そこ、あれが古墳だ。古墳ね。誰が来られたんですか、これ。よしよしよし。よく。日露戦争の慰霊碑でしたか。被害者でございましたか。